外堀通りや名古屋高速都心環状線と名城小学校名古屋市立名城小学校は愛知県名古屋市中区にある市立の小学校である。菅原、その町、明林、七町、八重、大成、久屋人城小学校を前身とする。戦後に統合され、1947年4月に名城小学校として開校した。 先に記した学校のうち、菅原尋常小学校が1872年に開校した第一技校を前身としたことから、同年を開学としている。1956年、区内に文校を開校。1961年には、名古屋市立みその小学校として分離した。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。 学校が外堀通りの横に位置するため、学校のすぐ横を名古屋高速都心環状線が通っている。そのため、都市高速ができた頃から、各教室にはエアコンが完備されるようになった。1990年代後期からのパソコンの普及に伴い、同校も積極的な PC への取り組みとして、各教室に一台パーソナルコンピュータを完備し、生徒が使えるよう配慮した。 同行の教育目標として、自ら学ぶ、励まし合う、命を大切にする、進んで働くこというのが、根底にある。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日現在、中区のうち、三の丸一丁目、三の丸二丁目、三の丸三丁目、三の丸四丁目、二の丸、本丸、丸の内三丁目の全域及び二式三丁目、 丸の内一丁目、丸の内二丁目の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立丸の内中学校となっている。名古屋市営地下鉄名城線市役所駅が最寄り駅である。ウェブ書籍。ありがとうございます。